アバディンは、スペイン、ガリシア州、ルーゴ県の自治体で、コマルカダテーラ茶に属する。ガリシア統計局によると、2010年の人口は2858人。住民骨肖は、男女同系のアバジネンセ。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は99.88%。アバディンは、ルーゴ県の北部、コマルカダテーラ茶に属する。 北はオバラドーロ、アルフォスと、東はモンドニエード、アパストリーサと、南はコスペートと、西はビラルバ、ムーラスの各自治体と隣接している。自治体中心地区はアバディン教区のアバディン地区。アバディンはモンドニエード司法管轄区に属す。人口は19教区の292の集落に分散している。自治体主張は、 ガリシア国民党のホセマリーアロペス・ランカーニョ、自治体評議員は、ガリシア国民党、10、ガリシア民族主義ブロック、1、ガリシア社会党、1となっている。首長当選者、ホセマリーアロペス・ランカーニョ首長当選者、ホセマリーアロペス・ランカーニョ首長当選者、ホセマリーアロペス・ランカーニョ首長当選者、ホセマリー,アロ,ー,マリーアロペス・ランカーニョはロペス・ランカーニョアバディンは19の教区に分けられる。 太地は、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。